東時老株式会社は、調理用刃物、特に業務用、家庭用包丁を専門で製造する新潟県燕市のメーカー。新潟県燕市で、藤田虎生が1953年に、農機具部品及び農業用刃物の製造に着手し、1955年から包丁の製造を始めている。新潟県燕市に工場が所在する。 鋼系材料とステンレス系材料を複合した複合材等身の包丁、刃物の製造を得意としており、業務用、家庭用包丁として、東次郎ブランドの包丁製造を行い、1980年には、東次郎口金包丁シリーズが、2000年には、東次郎プロワ包丁シリーズが、グッドデザイン賞を受賞している。OEM 生産も行っており、多種な包丁を手掛けている。 包丁をメーカーとして、初めての ISO9001-2000、ISO14001 の両認定取得をする、ほか、フランス料理文化センターの活動に参画し、レストランサービス、料理のコンクールなどのスポンサーを務めるなど食育を、はじめとする、啓蒙活動を積極的に行っている。昨今では複合材包丁製造のノウハウを生かし、ダマスカス工包丁を製造し、 ヨーロッパなど海外への輸出を行っており、海外での知名度も非常に高くなっている。2015年7月1日より、富士虎工業からブランドである、東次郎の名を冠した、東次郎株式会社に社名変更を実施した。東次郎は、東次郎株式会社が製造する日本の包丁及び調理器具などのブランドの一つである。ありがとうございます。